ました。時には誰かの力を借りて、時には誰かにしがみついて、私は今日まで生きてみました。そして今私は思っています。明日からもこうして生きていくだろうと。私は今日まで生きてみました。時には誰かを嘲笑って、時には誰かに脅かされて、私は今日まで生きてみました。そして今私は思っています。明日からもこうして生きていくだろうと。私は今日まで生きてみました。時には誰かに裏切られて、時には誰かと手を取り合って、私は今日まで生きてみました。そして今私は思っています。明日からもこうして生きていくだろうと。私には私の生き方がある。それはおそらく自分というもの。知るところから始まるものでしょう。けれどそれにしたってどこでどう変わってしまうか。私です。私は今日まで生きてみました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 。そして今私は思っています。今日からそして明日までだと2日間だもんね。じゃあ、どうしよう。お店の名前マーク2っていう名前なんですけど、マーク2ってますか？鈴田さんの歌、マーク2という歌があって、そこから撮ったんですけれども、多分皆さん知らないですよね。知らないですよね。ええ。いや。年代的にマーク2というと、どこまでもある。
時の流れを知る日が来るだろうか。オンステージ友達のバージョン。そうです。今1番と2番ごっちゃになってしまって。もう結構でも僕なんかもそれ得意ですけど全然平気じゃないですかね。普段ライブ73バージョン最近歌い。